どうも、皆さん、お世話になっております。おぐまでございます。今回は、皆さんにね、ちょっと悲しいお知らせがございまして、今ね、僕、西アフリカトカゲモドキのね、繁殖をちょっと挑戦してるんですけども、一番最初にね、取れた、一クラッチ目の卵ですね、これ、10日に取れたものなんで、まあ、今から約45日前に取れた卵ですね。30から31ぐらいで保管してるんで、まあまあ出てきてもおかしくない。まあ50日ぐらいで出てきてもおかしくないなっていうね、卵なんですけども。はい、もうね、現状、まあちょっとね、さっき触ったんですけど、まあ一つはもう完全にね、ちょっとカビっぽくなってて、まあダメだなって感じで、もう一つちょっとね、期待してたんですけど、まあやはり、ちょっとね、初産の、まあ、ワンクラッチ目ということもありまして、まあ、非常に残念なんですけども、ダメでしたね。このなんかね、水が出てるの分かります?そう、水が出てるから、ちょっとね、もうすぐ出てくるのかなとか、ね、ちょっと期待してたんですけども、パッと見ね、いい卵に見えるじゃないですか。まあ、持った感じとかね、ちょっとね、なんかぬめってても、はい、光当てた感じも、まあ、有精卵なのは分かるんですけども、形がね、全然できてなくて、まあまあまあ45日でできてない。なんか水が出てしまってるっていうのはですね、まああまり良くない状態らしくて、しかもね、結構高温で、保存してるので、まあちょっとね、ブリーダーさんに今日相談したところ、まあこのね、水が出てるのは、よろしくない。もうね、ちょっと、まあそのまま死んじゃうかもしれないから、開けてみたらどうですかみたいな言われたんですけど、そもそもちょっと形ができてなかったので、僕はね、ちょっと影ができてるって勘違いしてたんですけど、全然ね、もう全然影も形もございませんね、これ。もう、完全に、止まってまして、成長、発生がね、止まってまして、まあ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 、でもね、ちょっと、西アフは、やっぱ、2クラッチ目からですよっていうのもね、フォローもいただきましたので、またね、次のクラッチまた、めちゃくちゃ綺麗な卵を産んでくれてるので、まあ、そこに、期待していこうかなと。期待に胸を膨らませていこうかなと、思ってる次第でございます。ね、本当にね、頑張って産んでくれてね、申し訳ないんだけど、ね、あんな、有精卵取れたでっていうね、動画も上げたんですけども、ちょっとこんなね、結果になってしまって申し訳ないというか、残念なんですけど、まあ、次の卵、ね、まあ、だいぶ、ちょっとね、うちの西アフちゃん産むのが遅くて、期間空いてるので、またね、1ヶ月ぐらいに、1ヶ月後ぐらいに出てくるかなどうかなっていうね、チャレンジが、始まると思うんですけども、まあまあまあそこまでまた、ベビーアフちゃんはお預けということでね、ございました。はいはい、ママさんですね。ママさんね、もうまたね、3クラッチ目をね、今産みそうなので、はい、お腹パンパンでございます、これね。ママさんまた3クラッチ目産みそうなので、まあここにもね、ちょっと期待していきたいなというところで、最近ね、結構コンスタントにご飯あげるようになってからは、まあ卵の育つ頻度もね、頻度っていうか、育つ速度もね、速くなってきたので、まあ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 、ポンポンね、産んでくれるのかなと。何クラッチぐらいするのかな?ほんまなんかそんな西アフの詳しいこと聞いてないけど、多分レオパと一緒じゃないかなっていうところで、まあ4、5クラッチぐらいね、してくれるのかなと。思いますので、ね、頑張ってね、ママさんね、やっていただきたいなと。ね、私はもうね、コオロギ持って応援することしかできないので、ね、ごめんね、なんか、最初の卵、ね、ダメでした。はい、もうこの卵もね、多分、もうそろそろ、今週中には出てくるんじゃないかなっていう感じなんで、まあ、期待して待とうかなと。またこっから出てきてからね、2ヶ月かかるんですけど、ね、まあ、ゆっくりちょっと見守っていこうかなと
思います。まあ、またねちょっと最近繁殖のちょっと動画ばっかりなんですけども、まあそろそろねちょっと他の動画も上げていきたいなっていうところなんですけども、すいませんねちょっとこんな感じで、当分はやらせてもらいます。まあまたいろいろちょっとやることができてきたので、まあイベントに、まあねずっと言ってるけどねまた引っ越しとかあると思うのでありますので、まあ、こんな感じのスタンスでちょっとね今チャンネルもね伸びてきて、皆さんね結構見ていただいて本当にねありがたいところなんですけども、やらせていただきますということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。でこれがね一応、2日に取れた2月2日に取れた卵なんで、3週ぐらいかな今。そう20日ちょっと経ったね卵なんですけども、これ2クラッチ目ですね。はい。まあなんかねたまにそのやっぱ冷温庫だとね通気性が悪いので、たまにこの蓋を取ってあげるとか加水してあげたりとかっていうのは結構大事みたいなんで、まあ、たまにやってるんですけど、まあ、こんな感じで見えないかな。結構ね、まあ、順調に見えないか。結構ね見る感じ影ができてて、まあ、血管が張ってて結構いい感じにずっと結構いい感じに言ってますけど、はい、こっちは発生してくれてますので、まあ、やっぱこうやって見るとね、ちょっとね、持ち上げてみるの怖いんで、このままちょっと映させてもらうんですけど、まあ、こうやって見ると、やっぱさっきの卵とは明らかに、なんか成長の仕方が違うのかなってところで、まあ、いかにね、さっきのが、ダメだったかっていうのはわかるんですけども、まあ本当にこれは卵のポテンシャルみたいなんで、まあ、これ同じ管理でね、やってるんで、仕方ないと思ってね、ここ2クラッチ目からねしっかり、育ててねいきたいと思います。はい、ということでおまけでした。さよなら。